皆さんこんにちは。動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ベックスコーポレーションのエマです。さて、前回はマネジメントシステム第7項支援についてお話をいたしました。計画通りに実行するためには資源である人、物、環境を整え万全な状態にすることで意図した結果へとたどり着くということでしたね。どれかが欠けた状態で進んでしまっては、どこかで必ず意図しない結果が発生してしまい、ゴールは遠くなる一方です。途中で立ち止まってしまうことのないよう、どんなことでも準備の徹底は大切ということでしたね。そしてついに準備してきたものを用いて動き出しています。それが第8項運用です。第8項の運用に関しては、各マネジメントシステムにより求めるものが大きく異なります。そのためこの第8項では ISO9001 品質マネジメントシステムをベースとして、今回と次回の2回に分けて解説をしていきたいと思います。それではスタート。第8項運用。さて、これまで自分のやるべきことを決め、意図した結果へとたどり着くために計画、準備をしてきました。そしてついに実行となるわけです。ではどうやって実行をしていくのか。ここでもニーズ、計画、そして準備が必要になっています。実は実行するときにも、こちら PDCA サイクルの考え方が入っているんです。 T 計画を立て、 D 実行し、 C 評価をして、 A 改善へとつなげていく。一つの行動をとってにしても、継続的改善手法である PDCA サイクルを意識しているわけです。このことを念頭に置いた上で、実行する上でどのくらい要望があり、そのためにはどんな計画で進めていき、どんな助けが必要で、どんな状態で相手に提供するのか、これを考えておかなければ、ただただ自分勝手な行動になり、周りを見合わせたした時に誰もいないなんてことにもなりかねません。例えばラーメン屋の店主だとします。もちろんオーダーがないラーメンは作りません。通常お客様の要望を聞いて作り始めますよね。ラーメンを作るときは麺、スープ、具材など順番通りに入れていきます。無計画にドカドカッと入れたりはしません。材料に関しても麺は自家製という場合もありますし、注文している場合もあります。とにかくお店のこだわりの食材、材料を使っているはずです。そのためオーダーのために麺の形が違ったりするということもありません。そしてラーメンとして提供する上で、完成品としての合格ラインというのがあるはずです。チャーシュー麺を頼んだお客様にチャーシューが入ってないラーメンを提供したら、怒られるのは当然ですよね。このように自分ができることを踏まえて、相手からの要望に対して確実に提供するために、判断の拠り所のポイントを記されているのが、この第8項の運用 8.1 から 8.6 にあたります。いかがでしたでしょうか。ラーメンを例えたことで少しお腹が空いてきましたが、ここでお伝えしたかったのは、ラーメンを美味しく作るコツではなくて、自分が行動する前に今一度自分が安心するための判断の拠り所を明確にしていくことが必要ということです。つまり自分が責任を持って覚悟の上で進めていくために、ニーズ、計画、そして準備、判断基準の準備が必要ということを認識していただきたいと思います。私たちは皆さんからどんどん質問を受け付けて
ております。マネジメントシステムについてのことはもちろん、仕事あるいは日常生活についてのこと、つまずいてしまった時、思い通りにいかなかった時の対処法について知りたいなどなど、どんなことでも構いませんので、この YouTube のコメント欄もしくは弊社 MEX コーポレーションの問い合わせフォームにお送りください。質問に対してお答えをさせていただきます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またどんどん配信していきますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまた。